皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は池袋にある万だらけなゆた店にお散歩に行ってきたいと思います。さあどんなお宝があるのか楽しみですね。行ってこよういい秋晴れで、えー、今日は非常に過ごしやすいですね。おやつも買ったので、のんびりと迎えたいと思います。右だろうと左だろうと我が人生に 食いいはない石原裕次郎さん最高ですというわけで右か左かわからないようなところに来ておりますけれども大間もなくですかね楽しみでございます <noise> というわけで到着しました、えー、中はですねおそらく撮影できないと思うんでちょっと行っていきたいと思います というわけでね、結構あの、安く、いいものが、買えた気がします。中身に関しては家に帰ってからね、開けたいと思いますので、ぜひ、お楽しみにしてください。そんな今日買ったものが、こちら。まずですね、ちょっとあの、この間、ソフビが大量に、あの、帰ってきたんですけど、結構僕、箱なしで、あの、保管してるものが多かったので、改めてね、この時代のライダーヒロシリーズ買い直そうと思って、まずね、 その最初の一体目っていうのが、龍がですね。ちょっと最近フールーでね、龍器見返しててね、いやーやっぱね、龍器面白いんですよ。結構僕今、龍器モードになってるんで、えー、龍ガをね、えー、買い直しました。まあこれあの一応開封品ではあるんですけど、ざっと見たところ、あの塗装ハゲとかもほとんど、あの、ほとんどっていうか全然見受けられないので、大切にコレクターさんの方があの持ってたものでしょうね。えー、非常に綺麗な、 状態で手に入りました。800円ですね。そしてですね、もう一体。これもね、ちょっと懐かしいんですけれども、ブラックキングのソフビなんですけど、この2000年代のブラックキングですね。これは、あの、僕の子供の、ちょうどリアルタイム世代の頃に、えー、店頭で売っていたものですね。この時期の、えー、ブラックキングというとね、素晴らしいんですよ。この夕焼けのカラーが再現されているので、 ブラックなんですけれども見た目はもう全然メタリックレッドキングという感じですかねいや非常にかっこいいちょっとあのブラウンなえー成形色で背面がですねこうメタリックえでちょっとねこのようにかっこいいんですよいやこれはねずっとあの使い古されてる金型ですけどこの時の色合いというのはねすごくこう希少感があって僕はね好きだったんですけど 当時、あの、買ってもらえてなかったので、えー、自分で大人になって、えー、今回買うことができました。いやー、やっぱソフビはいいですね。マンダラ系たまにね、こうやっていいものがね、安く手に入るのでね、こっちあの800円ですね。どっちも800円で買いました。いや、皆さんもマンダラ系とかね、えー、おもちゃ屋さんに行ってぜひ、えー、いいものを買ってください。 いやー、でもまあ、我は満足でございます。というわけで今回は池袋のマンダラケなゆた店に行って、えー、コレクションを買う動画でございました。では、またお会いいたしましょう。さよなら。